という悩みがあるんですね。そうした悩みに耳を傾け、パーキンソン病の患者が安心して運動できる場所を作ろうという取り組みが始まっています始めるきっかけでした。まあ、やっぱり病院退院して家に帰ると、まあ、一人じゃ運動続けられないよ、運動する場がないっていうのが皆さんやっぱり困っていて、患者が安心して運動を継続できる場を作りたい、理学療法士仲間で集まり、パーキンソン病についてより高度な知識を学びながら運動教室の会社を立ち上げました。専門家が見るっていうのはすごく大事だなと思っていて、最近動きづらいとかそういう変化にいち早く気づいてあげて、でそれを未然に進行を防ぐっていうところで言うとやはり大事だなと思っています。3年前から PD カフェに通う小笠原奈美さんです。13年前にパーキンソン病と診断されましたが、なんとか症状の進行を防ごうと毎回通っています。足首が出るかもしれないですね。ちょっと右の足首が硬いから、ね、少し大きめに動かすようなつもりで、はい、主治医の西川典子医師です。体が動きにくくなる患者が運動を継続するには意欲やモチベーションを保つことが大切だと考えています。運動してますか？他にちょっと頑張らないとなと思ってます。はい、じゃあ運動と頑張りましょう。分かりました、ありがとうございました。薬物療法と運動療法は車の両輪なので、どっちか一つでは不十分であるっていうことを、病院とか施設でやるリハビリテーションっていう意味もありますけれども、それよりはやっぱり自分で楽しんで生活の中で運動をする、本当にエクササイズですねをするっていうことが大事ですし、 PD カフェの運動というのは同じ病気の方がこう集まっているっていうところが一緒に行かれている人の心の支えになっているかなっていうふうに思っています。小川淳也さんが運営する PD カフェです。
パーキンソン病の患者が運動のために集まることで交流の輪も広がっています。小笠原奈美さんは患者仲間にあるイベントを企画することを提案しました。絵画や洋裁を趣味にする人が多いことを知り、手作りのものを持ち寄り販売するマルシェ、市場を開こうというのです。自分たちだからこそあったら便利だなって思うものってたくさんあると思うんです。でも自分では作れないっていうものを形にしていただいたりとか、そうするとまたいいかなと思います。作れる方がいらっしゃるので。マルシェ当日、パーキンソン病の患者や家族など14人がアクセサリーや小物入れ、そして絵などさまざまな手作りの品を持ち寄りました。病院通いの多い患者のために財布付きの保険証入れ、代表の小川さんが購入したのはユニークな小銭入れ、握るだけで口が開くのでコインの出し入れがしやすいんです。やっぱりパーキンソン病の方って細かい動作が苦手になっちゃったりするので、まあ、そういうのをこう自分でも感じて、こういうものだったら使いやすいんじゃないかなっていうのをこう作られていて、あ、これ確かにいいなと思ったので。小笠原さんは人形やリースなど4品を出品しました。リース作ったんですよ。2つ本当に欲しいの？ありがとうございます。楽しかったです。100点満点です。皆さんの笑顔と意欲とかやってよかったなって思います。小川さんは運動を指導するだけではなく、患者に寄り添い、よりアクティブに人生を送る手助けがしたいと考えています。運動っていうのが一つの軸で、みんながつながっていく場を作っていくと、やりたいことがすごい出てくるんですよね。病気になるとどうしても孤立しちゃったり、孤独感っていうのは味わう方もいるんじゃないかなと思うんですけど、ここに来れば何かできるんだっていうワクワク感を持っている場所にしたいなって思ってます。いや、小笠原さんのような若い方が発症することもあるんですね。子育てしながら、ね、前向きに治療してる姿すごく感動しました。でもやっぱり仲間がいるからこそ一緒に運動も頑張っていけるんでしょうね。小川さんが提供しているサービスは月1回の教室のほかに自由に受けられる個人レッスンなどもあります。はい、そこからこう自分たちで何かやろうという前向きな姿勢が生まれています。でご紹介したのはマルシェでしたが、他にも映画の上映会や日帰り旅行なども患者自らが企画して開催されたそうです。自分たちで考えて。さらに PD カフェは東京世田谷区を拠点に活動してきましたが、患者からの要望が多く、出張して運動教室を行うケースも増えています。こちらは江東区で2ヶ月に1回開かれている運動教室。会場を予約し企画したのはパーキンソン病の患者杉本勤さんです。世田谷区の PD カフェに通っていましたが、江東区にも患者が何人もいるので教室を開いてほしいと小川さんにお願いをして、今年7月からスタートしました。20人ほどが参加しています。あちこちで開かれているこの運動教室も患者自らが企画したものがほとんど、はい、で山梨県や愛知県など全国9カ所に広がっています。小川さんはパーキンソン病の患者は全国にいることから、さらに活動の場を広げたいと思いました。一人じゃ運動もなかなか続けられないけど、同じ仲間と一緒に運動を続けていくことでね、なんとかね頑張っていただきたいですよね。はい、この詳しくはこちらのホームページをご確認ください。はい。
特集、小室さんでした。